ついにこの日を迎えました。 FIFA ワールドカップも残すところこの決勝戦のみ。この試合の実況は西岡明彦、解説には元日本代表福西崇史さんを迎えしました。激戦を勝ち抜いてきた2チームですが、どちらが世界チャンピオンの座に輝くのでしょうか。世界中のサッカーファンが見守るこの一戦、日本がイタリアと対戦します。インターナショナルカップの決勝にふさわしい顔合わせになりましたね。どちらが勝つのか見当もつきませんが、大熱戦になることは間違いないでしょう。大いに期待しています。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。イタリア女子代表のメンバーをご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングの活用が鍵になります。さあキックオフ、 FIFA ワールドカップ決勝前半のスタートです。バレンティナ・チェルノイヤ、高橋、清水、田中美奈、ここでポゼッションを失いました。ジュリアーノ、ここでカルーゾ、チャンスだ、ゴールド。 FIFA ワールドカップ決勝、ここで試合を動かす先制点が決まります。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。カットします。アタッキングサードにボールを運びます。さあ相手の守備をどう崩してくるのか。田中、ここでインターセプト、ナイスカットです。ゴールが見えた。ナイスタックル、ファールをせずよく止めました。田中、いいところにボールをつなぎました。そういった矢先にボールを失いました。田中、試合は振り出しに戻りました。まだまだ勝負は分かりませんね。ここからの展開に注目です。この失点はやっちゃいましたね。
あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。リナリドリブルで攻め上がります。均衡を破れるか。そろそろ仕掛けるか。緊張感がここまで伝わってきそうでしたが、ここで貴重な勝ち越し点が入りました。よく冷静に決めましたね。このゴールは大きいですよ。あれだけ長い間ペナルティエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。パスをカット、いい読みでした。遠藤純、危険な位置です。緊張感が増してきます。しっかりとパスをつなぎました。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。遠藤純、ここで攻守が入れ替わります。ドリブルで運びます。ボナンスヤー、ゴールゴール。これでスコアは2点差です。優勝のかかったこの一戦にチームは大きなアドバンテージを得ました。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。田中美奈、遠藤純、このパスは読んでいました。自陣内でプレッシャーを受けています。バルバラ・ボナンセ、いいところにパスが入った。アウトをセーブしたがボールがこぼれた。決まった。一度はキーパーのセーブに阻まれましたが今度はゴールに沈めてきました。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。さあ間もなく前半が終わろうとしています。なかなか調子の上がらない日本にとってはかなり厳しい展開ですね。まず相手に好き放題やられてしまっている状況をなんとかしたいですね。スペースが空いたところをいかにカバーするかの認識が選手同士で共有できていないように思います。後半までに修正しないとまずいでしょうね。相手は翻弄されています。しかしもう一人カバーに入っている選手がいました。
アディショナルタイムに1分加えられます。ホイッスルが吹かれました。福西さん、前半は一方的な展開になりました。試合も残すところあと45分。 FIFA ワールドカップ決勝戦後半がスタートしました。うまく読んだインターセプト。カルーゾ、ジュリアーノ、このクロスは相手にカットされました。ここしかない。タックルで防いだ。相手にチャンスを与えません。これは見事なインターセプト。ボランセア、ボアティン、ここでカルーゾ、カルーゾ、ボックス内でしたがタックルで止めました。ファールはありません。南、プレッシャーにも負けずボールを守っています。高い位置でカットしました。バレンティナ・チェルノイア、ここでカルーゾ、ディフェンスボールを奪います。南、ドリブルでピッチを駆け上がります。これは見事なパスカットです。このパスは少しずれたようでつながりません。スローインになります。フレッシュな選手の投入です。高橋、杉田ひな、おっとインターセプト。杉田ひな、決められるか。キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ここで選手を変えてくるようです。さあボールを蹴った。ライン際で止めました。 PK です。主審の判定は PK。 キーパーが PK を阻止した。ハイプレスをかけてきました。ショートカウンター狙いでしょうか。ここで抜けたのは大きい。クリアしないと危なそうです。主審がプレーを止めましたが、これはPK です。
ここは問題なくペナルティーキックを決めました。どこまでドリブルするのでしょうか。いい攻撃でしたがここまでです。相手ボールになりました。ここでうまく対処します。杉田ひな、ボールポゼッションが相手に移ります。味方を使うでしょうか。決まった、ゴールド。大差で相手にリードを許していた試合もこれで1点差。残り時間わずかとはいえ同点への希望が見えてきました。この直前ぐらいからゴールの予感がしていましたね。フィニッシュもゴールの間近からきっちり決めてきました。セルノイア、ここでカルーゾ、しっかりとパスをつなぎました。ここはキーパーが出ていました。もう少しで絶好のチャンスになる場面でしたね。遠藤純、アディショナルタイムに2分加えられます。時間がない中これが最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。惜しいシーンでしたがラインを割ってゴールキックになります。ここで試合終了のホイッスル。 FIFA ワールドカップの決勝がここに決しました。栄光に輝いたチームの選手たちが喜びを全身で表現しています。福西さん、ついに優勝チームが決まりましたね。はい、4年に一度のワールドカップ、選手たちは全てをかけて臨んだと思います。代表に選ばれるのは名誉なことですが、本当にたくさんの苦労があるんですよ。その苦労がようやく報われましたね。はい、これ以上ない形での成果だと思います。ピッチの中央では表彰式の準備が進んでいます。選手たちが喜びを全身で表しながらセレモニーの行われる壇上に向かいます。もう間もなく特別な瞬間が訪れるでしょう。トロフィーを囲むようにして全員が集まってきました。さあ、チームを代表する選手が燦然と光り輝くトロフィーにその手をかけ、今高く掲げました。 FIFA ワールドカップチャンピオンの誕生です。福西さん、選手たちは本当に嬉しそうですね。そうですね、選手たちがこの瞬間のためにどれだけ苦労してきたかを分かるだけに喜びを爆発させる姿